自由民主党の派閥志卒会士卒会は自由民主党の派閥。通称は二階派。派閥の名称は初代事務総長の平沼武雄が申しの志は木の卒なりを由来として命名した。佐防会館に事務所が置かれている。1998年11月30日。 政策科学研究所から山崎拓グループが近未来政治研究会を結成して分離独立した。翌12月に同派は村上正久が新会長に就任して村上派となったが派閥の弱体化は避けられなかった。実質的な同派のオーナーであった中曽根康弘と領収の村上は一方で派内の路線対立により政和会から離脱していた。 亀井静香グループと合流し、1999年3月18日に、志卒会を結成した。旧渡辺派から山崎派が、分離独立する際、旧渡辺派所属の参議院議員については、当時参院幹事長で、参議院の法王とも呼ばれた村上がまとめ上げていた。ため、山崎派への賛同者は少なかったが、衆議院議員は中堅。 若手の大半が山崎派に移行したため、旧渡辺派側は、長老、ベテラン議員が多く残り、一方の亀井グループ側は、所属衆議院議員の半数以上を、経験不足の当選3回以下の若手が占めていた。このため、共に影響力をそがれた少数派閥として両派は、思惑が一致し、分離独立した、派閥同士の、 対等合併によりし卒会は一気に衆参合わせて60人規模の大派閥となった。1999年3月18日、初代会長に村上が会長代行に亀井がそれぞれ就任。1999年7月、村上が自民党の参議院議員会長に選出されたことを受けて派閥を離れることになり、亀井が 公認会長の候補に上がるが、旧渡辺派から入ってきた、山中貞則、中山正明のような頑固者の重鎮が、多く、とてもじゃないが手に負えないそんなベテランたちを束ねる。力がないと思った亀井は、江藤高見に会長を打診し、俺は、金がない、だから引き受けられないと断られる。亀井により全部の金を出された人柄の江藤は、引き受けることになり、第二大会長に就任。 2000年6月25日に行われた第42回衆議院議員総選挙では、桜内義夫、原健三郎が引退し、全通産省の良さの香る、政調会長代理の桜井新羅中軸メンバー、大物議員の落選が、相次ぎ、11人の大幅減となり、政調会長の加井は、人数より、中身が痛いと漏らした。選挙後の発足した第二次、 森内閣では亀井が政調会長に留任し、谷陽一が農林水産大臣、平沼武雄が通商産業大臣に就任した。2001年自由民主党総裁選挙には亀井が立候補したが、小泉純一郎に敗れた。派閥結成当初より党内でも支給派であったが、村上小山隆尾が KSD 事件で、 受託収賄容疑で逮捕され、参議院議員辞職したため、柳川各自が繰り上げ当選。2001年の小泉政権誕生以降は、江藤と亀井は、改革派の小泉の言う、いわゆる抵抗勢力の代表格として、小泉改革を批判する急先鋒となった。第3代会長、亀井静香江藤の政界引退表明を受け、2003年10月10日に、 亀井が三代目会長に就任したが、亀井が会長に就任してから間もなく、同年の第43回衆議院議員総選挙における公認問題をめぐり、同派の最高顧問だった中曽根が、小泉淳一郎総裁により総選挙不出馬、引退に追い込まれた。長年の持論であった、郵政民営化を強力に推進する小泉に対し、 亀井や参院亀井派会長の中曽根博文らは強行に反対。しかし亀井の姿勢は小泉改革に賛同する水野健一らの離反を引き起こした。亀井が半小泉の騎士を鮮明にするにつれ亀井派を離脱する議員もいたが亀井は大会の意思を示した議員を引き止めず亀井のバッジをつけていると選挙に不利だから。 亀のバッジを外してやってくれと逆に自派の議員たちを思いやったという。亀井のほか、元衆議院議長の綿貫民助、前総務会長の堀内光雄、を、元郵政大臣の野田聖子ら、亀井海外の派閥からも、衆院での郵政民営化法案の採決では、造反者が相次いだが、ご評査で可決される。しかし、参議院では、 中曽根博文らの造反により、法案は否決された。これを受け、小泉は直ちに衆議院を解散する。解散後、亀井は志卒会会長を辞任し、自民党を離党。渡抜や、元国土庁長官の亀井久沖らと共に、国民新党を決闘した。この後、一時的に元経済産業大臣の平沼、武雄が公認の会長に就任したが、 衆議院での採決で反対票を投じた平沼も自民党から公認されず無所属での出馬を余儀なくされたため会長を辞任。これにより伊吹文明が公認の会長に選出されるまで志卒会会長のポストは空席となった。なお亀井派所属の農林水産大臣島村義信が閣議で衆議院解散に反対支持票を提出したが 小泉に罷免された。2005年9月15日、郵政民営化法案に賛成した会長代行の伊吹が派閥の次期代表に内定したが、派内に反発の声があり、正式就任は見送られた。同年12月14日に反対していた島村を名誉会長に棚上げすることで、伊吹の正式な会長就任の運びとなった。伊吹らは、 カメイ派のイメージを払拭するため、平沼が命名した、志卒会の名称を変更することも検討したが、派内の反発もあり断念した。2007年3月15日、名誉会長だった島村が派閥を退会。これは、カメイの離脱以来、派内における主導権争いにおいて島村がいぶきと対立していたことや、島村が、 優勢解散に反対していた経緯から、資格として、選挙を戦った同派の西川京子や鍵田中兵との間に確執が生じていたことなどが原因と見られている。同年9月の自民党総裁選において、伊吹派は小賀派や、町村派と連携して麻生う派を除く八派閥で、福田康夫支持を固め、麻生そう方位も押した。しかし、伊吹派からは、 麻生太郎の総裁候補推薦人を5人も出したため、伊吹派は、福田支持で固まっていない派閥とみられた。なお伊吹派の所属議員で、麻生支持を明確にした議員は28人中20人であった。9月24日、伊吹が新総裁、福田の下で、幹事長に就任。志卒会からの幹事長輩出は、派閥創設以来初で、中曽根派、渡辺派、 旧渡辺派時代を含めても3人目である。幹事長就任に伴い、伊吹が形式的に派閥を離脱したため、中川翔一が会長代行に就任した。伊吹は、福田康夫改造内閣では財務大臣に就任したが、わずか1ヶ月余りで、福田は首相を辞任。五人が立候補した二千八年の自民党、総裁選では、伊ぶ派は、幹事長。 麻生太郎の支持を派閥単位で決定。麻生の名優であった中川がいち早く麻生支持を表明し、同年9月4日の伊吹派役員会でその旨が確認された。麻生内閣の発足に伴い、伊吹に代わり中川正一が財務大臣に就任した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、次期会長候補の筆頭だった。 中川ら派閥メンバーの落選が相次ぎ、派閥領収が苦戦する中、会長である伊吹も京都1区で敗れ、比例近期ブロックで復活当選することとなった。選挙後、北海道7区で初当選した伊藤義隆が加入した。総選挙での惨敗を受け、派閥の勢力は大幅に縮小され、さらに中川が同年10月に休戦。 こうした情勢の変化を受け、2009年の総選挙での当選者が、会長の二階俊博一人だった、保守新党の流れを組む二階派との合併が模索された、結果、11月5日をもって二階派の二階、俊博、泉晋也、鶴穂洋介の三人が伊吹派へ合流した。伊吹は、派閥の名称を変更しなかったため、透明の維持を主張した。 2010年の第22回参議院議員通常、選挙に泉が出馬せず、政界を引退。新たに2009年の総選挙で落選し、参議院に倉返して出馬した片山さつきが当選後、加入した。2010年1月、小屋刑事が議員グループ望みへの参加を表明して休会し、事実上伊吹派を離脱した。同年8月には、中曽根博文が、 自民党参議院議員会長選挙への出馬を表明。脱派閥を掲げての出馬であるため、中曽根は伊吹派を離脱した。2011年5月12日、無所属の中村吉郎が無所属のママ特別会員として入会したものの、自民党入党は見送られた。第5代会長、二階俊博2012年12月26日に、 会長の伊吹文明が衆議院議長に選出され、慣例により、同派を離脱したことに伴い、翌12月27日に二階都市広が、公認会長となり、二階派に移行。事務総長の河村武雄も党四役ポストに、格上げされた、選挙対策委員長就任に伴い、同派を離脱。公認の事務総長は、西川明美也となった。 2014年9月の党役員人事で会長の二階が総務会長に就任したため、慣例として派閥を退会。会長職は空席とし、選対委員長を退任した川村が会長代行に就任した。なお、対外的な故障は引き続き二階派のままである。同年12月に、伊吹が衆議院議長を退任し復帰。2015年、 石原派との合流論が浮上。2016年8月に二階が幹事長に就任したことで幹事長派閥となり二階は自民党総裁任期を連続2期6年から連続3期9年に延長する党則改正を主導した。第三次安倍第二次改造内閣では今村正弘、第四次安倍改造内閣では吉川秋森 桜田義孝を入閣させ、他派閥からの遺跡組を閣僚に押し上げる手腕を見せたが、今村、桜田は後に出現で辞任している。二階派の拡大路線二階は、優勢増半組副党問題で、自民党を離党した議員や、民主党などの多党出身者を積極的に自派に引き入れた。無所属議員を特別会員として受け入れ、自民党入党後に、 派閥の正会員とする。優勢問題をめぐっては、自民刑務所属の長崎幸太郎が2013年に、小泉隆二が2014年に二階派特別会員となり、2017年10月に正会員となって復党した。また、自民党を除名されていた、渡抜き多助の復党を二階派主導で党に、働きかけ、復党を実現させた。 他党出身者では民主党を離党した山口総が2013年12月に客員会員として入会し2015年1月に入党した。2016年夏には平野達夫元復興大臣が2017年9月には元みんなの党代表の浅尾圭一郎がそれぞれ自民党入党と2回入りを果たしている松本武明。 鈴木隆子のように2回ハ外に所属する例もある。2019年1月31日、元環境大臣で、旧民主党、希望の党出身の細野武氏が無所属の、ママ特別会員として入会したものの、その時点での自民党入党は見送られた。同年の第25回参議院議員通常選挙では、民主党を離党した、熊田厚次、お立 源のみゆきの擁立を主導した。同年9月5日、和し栄一郎が入会した。また、同時期に無所属現職の桜内文城も入会している。2020年7月には、長島昭久が入会した。党内での公認争いも厭わない二階派の拡大路線については、他派の一部からは強い反発があるが、二階は、 自民党が謙虚に受け入れるだけの画量がなきゃダメだ。仲間が揃ってこそ大きな力になる。それが政治だ。派閥政治のどこが悪いのかと牽制した。安倍晋三首相辞任に伴い、2020年9月14日に行われる自民党総裁選挙では二階派の拡大路線を引き継いで内閣官房長官、菅義偉の出馬に道筋をつけ、細田、あ 竹下の主要参賀が、監視時に流れを打つきっかけを作った。二階が、菅政権誕生を主導し、政権や、党の人事で二階派議員が交流されたため、反発を生む。2021年9月に行われた、総裁選では、党所管の再選を支持する方向であった。しかし出馬を表明していた、岸田文雄が、党役員の任期制限を公約に掲げ事実上の、 二階外し、を訴え指示拡大を図ると、官も、党役員人事を行い二階を、幹事長から退任させる意向を示したが、結果的に、新役員人事を決めることができずに総裁選出馬を撤回した。この流れに対し、二階は、岸田の案に不快感を示し、会長代行の河村武雄は官が二階を交代させようとして、自ら墓穴を掘ったと話した。 総裁選には自主投票の方針で臨み、岸田以外の全候補に推薦人を課した。二階自身は支持候補を明らかにしなかったが、会長代行の河村、中曽根は高市の支持を表明した。かつて二階が内閣不信任案に賛成した宮沢内閣の流れを組む岸田内閣では、山口総と小林隆野の二人が入閣した。 第49回衆議院議員総選挙では、引退や落選が相次ぎ、衆議院解散時に47名であった、会員数は、総選挙を経て37名となったものの、新人議員の加入や、現職の復帰などによって、同年11月末の時点では44名に、回復し、党内4位の規模を維持している。また、総選挙の直後である同年11月5日に、 細野武氏の入党が認められ、特別会員から正式な会員となった。2019年から2020年にかけて、秋元司、河井安里が相次ぎ逮捕、起訴された。田端武氏による知人女性への準強性成功、盗撮も発覚し、2019年3月に議員辞職した。吉川秋森には、秋田フーズからの現金受領疑惑が浮上し、 2020年12月22日に議員辞職し、その後在宅起訴された。中曽根康弘、亀石静香、二階俊博という三挙党が二度にわたり結集した派閥である。村上正国の影響により、高灰色があり、新米保守色がある、清和政策研究会や鳩灰色がある、高知会などとは一線を画していた。ただし、 旗揚げ時は中曽根を要しており、現在では、聖和剣分裂組は派内にほとんど残っていない。また、二階の勧誘により入会するケースがあるのも、特徴である。二階はくくる者は拒まず、去る者は追わず。一平沼の会長辞任後の混乱によるに息吹の、幹事長就任による三二階の総務会長、幹事長就任による。ありがとうございます。